中隊長、こちら普通か。敵陣前にて食雷、地雷原及び対戦車を確認。我の攻撃を困難にするため、敵は陣地の前面に地雷原及び対戦車を構築しております。中隊長、こちら普通か。障害処理頼む。敵の破壊した橋及び敵の構成した地雷原にて味方部隊の攻撃前進が困難になっております。このような場合、自衛隊では施設下部隊を持ってこれなら障害を処理し、味方部隊が攻撃するための通路を開設します。施設、こちら中隊長。障害処理支援射撃開始後、戦車剣を持って青の橋の石に橋を架けよう。地雷原処理車及び地雷原爆破装置を持って敵の構成した地雷原を爆破処理せよ。施設了解。通過、戦車、特化、施設の障害処理を援護せよ。了解。各部隊の援護射撃のもと、施設下部隊による障害処理が開始されます。中隊長、こちら施設、地雷原爆破装置の投射準備を開始する。こちら中隊長、了解。70式地雷原爆破装置は地雷原に対してロケット弾を投射し、ロケット弾につながれたロープ状の爆破薬を爆破されることで地雷原に対して人員が通れる通路を開設します。中隊長、こちら施設、70式地雷原爆破装置投射準備完了。左手奥の装輪装甲車から地雷原爆破装置が投射されます。こちら中隊長、了解。投射せよ。投射5秒前。5、4、3、2、1、投射。投射成功。施設、こちら中隊長、引き続き障害処理を実施せよ。こちら施設、了解。左手をご覧ください。91機戦車橋が侵入してきました。戦車橋は河川等に対して応急的に戦車等が通行できる橋を架けることができます。戦車橋が敵による妨害射撃を受けています。戦車、こちら中隊長、施設を援護せよ。こちら戦車、了解。左手をご覧ください。戦車橋を援護するため戦車が侵入してきました。より妨害していた敵射撃陣地が撃破されました。左手奥をご覧ください。施設下部隊の地雷原処理車が前進してきました。92式地雷原処理車は地雷原から離れた場所から地雷処理ロケット弾を投射し、一挙に戦車が通れる通路を開設します。中隊長、こちら施設、地雷原処理車投射準備完了。了解。投射せよ。地雷原処理車投射5秒前。5、4、3、2、1、投射。処理車から投射されたロケット弾にはワイヤーによって26個の爆破薬ブロックがつながれています。放射成功。こちら中隊長、了解。施設下部隊により敵の地雷原に対して2本の通路を開設しました。引き続き地雷原内にある対戦車庫を処理せよ。中隊長、こちら施設、了解。突撃経路上にある対戦車号を処理するため、左手前方から施設作業車が侵入してまいりました。中隊長、こちら施設、施
検査業者により回収作業及び対戦車号処理を実する。こちら中隊長、了解。施設作業車は走行化されており、操縦手の安全を確保しつつ作業ができます。ご覧の通り、車両前方に装備されているブレード及びショベルアームを使用して作業します。現在、対戦車号を鳴らして埋めることにより、車両が通れるようにする作業を実施しています。通過、こちら中隊長。引き続き、施設課の行動を援護せよ。こちら AH、航空より射撃支援を実施する。こちら中隊長、了解。攻撃ヘリコプターの空からの射撃により施設下部隊の障害処理を援護します。車両が通行できるようになりました。駐在長、こちら施設、電線量の仮設完了、離脱する。了解。左手前方で作業していた電線橋の作業が完了しました。これにより河川を通過して攻撃するための通路が確保されました。